見えへん、ランチで見えへん、ランチで見えへん。160や、うん、160やね、プロボックスハイブリッド。これね、新車の時にちょっと新車紹介できへんかったからね。こんな感じです。で、黒コーテ公開とかないの？もうハイエースの、ハイエースこの間黒コータンは後悔してる、うん、やっぱり白だよかった。でもこれはもう黒いタフやね。まあ綺麗にしてるもんな。もう白やったらもうサリ感出てくるもんね。ちゃちゃ、あの自分一人乗ってる分はええんで、うん、これがだから若い衆とかに乗せたら、あ、わかんわね、ほんなら後悔するやんか。だから後悔するやん。だから白にしとき言うてんのに。いや、一回黒乗りたい言うてみんな乗んねやか。でも自家用車やからいいのじゃん、まずこれ。ああ、ボンネット重たいなこれね。よいしょ。これは出てないの、気をってあれです。そんな危ないもんね。これただここ変えれるかどうかやでな。これ外す、グリルだけ。いや、なんかバンパー取らなあかんみたいな。うん、取らなあかんね。こいつをなんか取らなきゃ、分割してるからバンパー越しとの中にね。これでもな、夏とかやったらな、うん、これピン外してビョーッとやってな、ここ入れ替えたらな、うん、え、あれ本2個配線ついてんねんな。うん、どこにつけよう、どこにつけるかよ。つけやすいところで。つけやすいところ。うん、俺分かれへんな。あんまりこれ外したりせん方がええやな。でもつけやすいところはここやねんけど、うん、ここで2個つけたらなあ。つけやすいとこってないよなこれな。配線も短いもんな。あそこからこれやから中途半端やな。こっちホースメントいけるかな思ったら、うん、こっちこのクーラーのパイプがあるから。なあ、ここ一番やねんけどな。そこ多分アンダーカバー、これこいつめくったら、前吸ってるで、ちょっとな。前するってさ、どこ行ったんか。いや、これちょっと坂道のとこ純正やから行けるやろ思ったら、ザッと刺さってね。なあ、この高さでするか。ええやん。これやっぱりバンパー外さなあかんのかな。なあ、 YouTube のは全部外してます。外してるな。おっ、うわ、ちんぽこ YouTuber。 ちんぽこ YouTuber やな。よいしょ、バンパー外した方がいいわな。抱き丸な。一回これちょっとピン外してみようかな。ピン外してちょっと、こいつ、こいつもあれやからな。こいつこのカバーあんねやんか、空気がコンデンサーに入るようにな。ちょっと待ってな、ちょっと外したとこ行きます。ピン外しました。でやっぱりここすごい止まってるよな。ここあの差し込みでババンと入ってんねやんか。こいつがお前がパカンと外れたらいいんだけどな。冬はやっぱりバカよな。なあ、グニャーで割れますね。割れる。もうバンパー外した方がいいな。ちょっとこれ今日ならんよな。頑張って取れんねんけどな。今日やめとこうか。やめます、うん、もうちょっとこう手が入るぐらいな、広がってくれたら。ここにつけれるとこがあったら最高やねんけどな。なら無理くりこう手でやって、無理、純正のとこにつけたいよね、ここにな、うん、でも2個つけられなんかこっち向きになるもんな、うん、これちょっと周り止めついたんやんか。これでもパンパン外した方がええやな。こことかやったら1個つけれるけどな、うん、こっちがワイヤーがあるからな。厳しいんですか。うん、こいつが折れるやろ。
穴開けたら何個でもつけれるで。穴開けたら。でもバンパー外さなかもな。あ、どっちみち。うん。裏からこう、バサッていったら。なんかあったらバリバレるで。取ったらバンパーに発泡スチロールついてるとかでみんな喜んだったり。あ、そう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 、ここになる、ね、ここにバンとついてんね。なんでなんすかこれ。え、見えてるけど、これ一応だから吸収、吸収する。そうそうそう、これをつけな安全性がこの発泡スチロール出えへんね。そう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 、だから強度が出えへんから、うん、だからこれだ、前バーン行った時にここな、うん、もう発泡スチロール見えたんや。これどうしようかな、もうここが、こことここがええねんけど、こことここやったら線がな、こいつが、こっちが届けへんと思うんだよな。ここあるからな、ブランとはなるから。純正のところにつけるのが一番早いね。でもうん、かこのホースメントのこの、この穴開いてるとこあるやん、ここにつけるのが一番早いな。これでもあんまりつけん方がいいな、コンデンサーがちょっと当たった時にポーンで穴開いたりするわな。うん、このホースメントのこうつけるしかないような、バンパー外してな。ちょっとバンパー次回外そうか、うん、な。今回はまあチンポコ YouTuber の中途半端なやつと何とりあえず簡単な紹介とね。これハイブリッドの車な、この寒いやんか、クーラーと思いっきり減ってる。みんな、うん、これもちょっとローになってるやんか、フルには。うん、みんなケチってんのかな、ちょっと量やって、この寒なったらちょっと縮まるやんか、だから量が減ってる。漏れてはないと思うけどね。よいしょ。これでもあのガラスコートみたいなのやってね、うん、水垢つくねんね。水垢は白くなるやろ、うん、白くなるけど取れるやろ。いや取れる。それ何これよ、待って、ほんでわざの水垢用の、それどこでやったの。え、トヨタ、トヨタで、うん、あ、トヨタのやつはあの塗ってるだけやから、うん、あのくれたやん、溶剤みたいな、うん、あれで落とさなかやの、うん、うん、そう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 、びっくりしてんの、取れへんよ。だからあの高級なほらメンテ付きとかあるやん、うん、あのよそで、あんなんはあのいけるけど、そうそう、申し訳、思いっきりコロナかかってない。お、まあ、まだコロナ流行ってんの。びっくりしてね。俺コロナの人、まあ、ここに乗ってるとするやん、うん、そう一緒に車に乗ってもう映れすごいね、うん、だから無症状やと思うね。ほんで人にも多分映れへんと思うね、一緒におったって客誰も映ってないからな。俺っての嫁なんていけんやだから、うん、慣れへんねやろな。初めてやろな。だからうちのおばはんがなったんかな、ほんでうちのおばはんもだから症状ないねんで、誰も、うちのおっさんだけがコロナの症状で、うん、一歩も出へんのにな。なぜやねん、なぜやねん。だから誰もコロナ映ってないのに勝手に外に出へんやつだけがコロナ。なんやろね。まあ多分俺にあの文句言ったりとか嫌がらせしてるからじゃん、なんかたたりみたいな。めっちゃ寒かった。え、めっちゃ寒かったんですよ。いつ3日。ああ、その映った時、うん、で、あの味覚とか変わんの。いや、見事にないね、今。あ、ないの。見事にない。へえ、まあ、鼻詰まってる感じやねんけど、うん、俺ならちょっとなんか喉がうーんとかなってくるやん、とかこれ風邪ひくんちゃうかいう時、いつもルール3錠飲むねんやん、うん、もうそれでもう治ります。次の日には正常になってるわ。だからその中でコロナになってるかもわからんけどな。ルールプラスタコマン行ってんねんけどね、それでも無理やったから。
だルルも俺年に1回飲むか飲めんかやから聞くねよう聞くと思うわ。まあそんな感じでコロナになったらルル参上でチンポコは中途半端やというな。中途半端なやつね。中途半端ちゃうわ。チンポコは中途半端です。動画でオイルは郵便局な。動画見てみてや、うん、最近あれまたチンポコのね動画も見てやってください。最近、まあ、他にもいろいろ動画大丈夫で見てください。最近32回チャンネル登録と高評価もよろしく。うわうるさいわちょっとじゃ。しかもあれ最近あれやっとカメラ使える動画が出てきた。なんかカメラ買いに行ったとか言ってたけどな。あれ、うん、買いに行くの。買いに行ってないか。あれはそんな感じです。ピンマイク